ちょっと無理。今回は信長の野望神聖実況していくんだぜ。前回は四国で島津家を叩いていたら毛利家に攻められたところまで。舐めたことをしてくれたんだぜ。阿吽の呼吸で島津家を攻めるターンだったのにな。そういう空気を読まん奴がいるから困るんだぜ。で、かなり厳しい状況だけど。四国での攻勢は一旦中止して、毛利家の対応をメインにしていく予定なんだぜ。そこから中国と四国で島津家と激突していく方針でいこうかなと。島津家はかなり力蓄えてるけどな。20万か。動員できる兵には多少増減はあると思うけど。残っている大名では北条家よりも厄介かもな。攻められる場所が多いだけで全然違うからな。とにかく九州上陸を目標に頑張っていくんだぜ。いつになることやら。現在は毛利家より先に島津家が攻めてきている状況。結構でかいのが来たか。1万超えが来てるな。毛利家5万が攻めてきている状況でかなりきついんだぜ。持ちこたえろよ。第一陣がついたたが。数で押されると厳しい。勝頼は出陣したばかりで到着は当分先なんだぜ。毛利勢も上陸してきてるし。本州からの援軍が到着するまで持ちこたえるんだぜ。また元服だ。最近多いな。小笠原一族はほんと優秀。馬術を持っているだけと言われたらあれだけどな。一人増えたことを喜ぶべき。だけど、長時さんが危ない。これはこれで厳しくなりそうだな。城が囲まれただと。この状況で島津家も攻めてきた。そうか。今更だが毛利家と停戦はできたかもしれん。島津家とはダメだったけど毛利家はあったかもな。そうなれば多少時は稼げたかもしれん。天霧城が攻められてる。まさかの吉野部さんの居城に連続で落城。反旗を翻されそうだな。勝頼が援軍を送らなかったみたいなな。高天神山城は勘弁なんだぜ。結局天霧城への救援は間に合わず。ぐぬぬ。吉野部さんが怒ってる。次こそは何とかするんだぜ。吉野部さんはギリギリで脱出したけど。蘇合城の救援には間に合うか。間に合いそうにないから合戦で吹き飛ばす。やってしまうんだぜ。最強の武田騎馬軍団を舐めるなよ。いかがしましょう。敵を蹴散らさん。国衆を吹き飛ばし。勝てる戦でも高所からの射撃は忘れないんだぜ。海勢も撃破。きちんと壊滅させて。ノリさんも撃破して。増田君を討ち取り。残るは下間勢だが。倒すの面倒いな。結構強いしな。なのでの木口を破壊して勝利。多少釣り出そうとしてしまったがな。毛利家はなんだかんだで粒揃い。結構苦戦したな。あんまり損害受けるとこの後が大変かも。ついていただこう。のみさんの一族か。処断したい気持ちを抑えて解放。で、蘇合城を救え風弱。音に聞け我らの勝利を。そのまま天霧城も取り返しに行くんだぜ。島津家の対応は忘れるな。そういえば攻めてきていたな。天霧城攻めたら毛利家が動いた。吹き飛ばせるか。集まりが悪いけどいいか。毛利家を叩きすぎると島津家が勢いづくからな。壊滅祭りして普通に勝利。手島君を討ち取ったな。総大将なのに。菊姫が大活躍。また異風弱。音に聞け我らの勝利を。これ天霧城の土地は奪い返したな。これで天霧城を奪還。よし、これで毛利家の本領へ攻め込む準備ができたな。武田家を攻めたお礼はきちんとしないとな。我が軍略の前に敵はなし。本州側でも反攻に出て千代城を奪還。よし、これで奪われた城は全部取り返したな。ここからは攻められる恐怖を味合わせてやる。もう島津家からはやられまくりだけどな。今回の島津家は川之江城攻略が目標か。どうであれ吹き飛ばせばいいだけ。真ん中の谷間に入るやつにはたっぷりと矢をプレゼントなんだぜ。
速攻で壊滅。また入口さんが最初に脱落したな。何か呪われてるかもな。ただまが勢を撃破。そのまま壊滅させた。そろそろ島津星の討ち取りが欲しいな。ヨシヒロ海エッサ討ち取ったらかなり楽になるのにな。そこあたりを狙いたいよな。残りを強撃で討ち取り。総大将か。島津家の総大将討ち死に率は高いのかも。最後まで得点しないとまずいのかもだしな。最後の舞台も壊滅させて。何もなしか。なんか島津家相手には楽勝な気がする。まだ主力が出てきてないんだろ。鬼美濃が頑張りすぎ。お化けと教祖壁家から登用した武将が全員侍大将に。これで城主がいる城が増えるな。全然に近い城の城主にしていかねば。城が攻められておるだと。ここで騎士を城が落城。城主を任命してなかったからいいんだけどな。なかなかに戦況が好転しないな。苦しい戦いを続けていれば光明は見えてくるんだぜ。で、お工場付近で激突。持ち久勢を撃破。立花同説を討ち取った。こいつはでかいな。馬術持ってないのは確認済みだから大丈夫。なんだかんだで名前が知れてる武将で馬術持ちは少ないからな。そこあたりが少し不満だな。最後に炎上寺勢を撃破して勝利。結構やられたな。今までの楽勝ムードが吹き飛んだ。これは厳しいことになりそう。もう少し兵の損失を抑えないとな。安藤ちゃんが討ち取ったか。同説の首は下方にした方がいいんだぜ。威風弱でお香の土地も奪還。風よ、我が名を運べ。これである程度は持つかな。なんたることぞ。やっと少し安定した。ここで立て直して戦の主導権を握りたいところだな。取って取られてじゃどうしようもないもんな。先に毛利家を叩くのが定石か。間違いなくな。まずは騎士を城奪還に全力で。毛利勢も動いてきたが、なんか一つ一つがでかいんだけど。東西から攻められてはいるが、長い間内政していただろうからな。でかい風を吹かせればなんとかなりそうな気はするけど。それができるかどうかだな。兵数差が厳しい。ここで特大は狙えないが中規模で我慢しておくか。どっちにせよ勝たないと話にならん。なんとかなるだろ。全部が全部でかい。まともに受けたんじゃやられるかもな。できる限り強撃していくしかないな。あとは要所を確保して総士気を高めないとだが。確保してたらやられるかも。かねばならんところもあると思うと厳しいんだぜ。お指図を頂戴したく。頼みの綱は突撃だけ。どこまで削れるかだな。早くも後藤勢を撃破。国衆かな。内藤さんが左翼側で攻勢に出てる。あまり兵がいないから無理はできないけどな。兵数差は縮まらず。戦況がわからん。ここでおばたくんが撤退。まずい、の木口に1万のイベイガー。さらに捕獲された。勝てば救い出せるさ。冬姫勢で止められる。平和王が能力は低いからな。解散を討ち取り。よし、城主格の討ち取りはでかいんだぜ。霊将院が撤退。これは厳しい。でも、兵数差は5000まで縮まってきた。あともう一踏ん張りか。国衆でポイント稼ぎをして。もう少しで兵数差は逆転しそうだな。中央で突破された。対応できる部隊がいないんだぜ。おばたさん父もやられた。討ち死にだけは避けろよ。お指図を頂戴したく。いかがしましょう。
右の軒口狙いで走るんだぜ。松姫が出陣。今こそ我が戦法により勝機を見出す。冬姫が厳しそう。松姫と変わるんだぜ。軒口前での決戦に。ここで鬼見野が遊んでるのに気づいてないあたりかなり必死だった。ようやくのみ勢を撃破したか。ここでようやく兵数差を逆転。あとは頑張るだけだな。ここでようやく鬼見野の存在を気づいた。もう少し早く要所制圧できてたら楽だったかもな。これで総指揮はかなり高まった。もう壊滅狙いじゃなく勝てばいいんだぜ。末勢が撤退し、のみ勢が壊滅。これで勝負あったか。赤い勢は後ろに控えてるだけだからな。ようやく最終局面に。下妻さんも孫一もすでに撤退済みなんだぜ。それを壊滅させていく簡単なお仕事中。浅井勢も撤退したか。ここで優勢勝利に。なんとか勝てたな。でもかなりボロボロ。この後の毛利家の主力をなんとかできるか怪しいレベルだな。威風中がどこまで仕事してくれるか、それに期待だな。光月城までか。みたいだな。もう一声欲しかったが、山勝ちだから仕方ないか。というわけで、かなり厳しい戦いになりそうだけど、なんとか一矢報いたところで今回はここまで。ご視聴ありがとうなんだぜ。